はい、インセクテック足立です。昆虫採集標本用品は豊富な品揃えの弊社までご用命お願いいたします。それでは今月もやってまいりました。今日の鎧もぐらゴキブリです。まずワイルド個体の方から見てみましょう。はい、餌が減ってたんでユーカリの葉っぱ、これはプンクタータなんですけど、先日たくさん入れました。ちょっと隠れてて分かんないですね。これ糞ですね。出ます出ます。こっちかな。はい、元気です。問題なく大きくなっているようです。一番大きいの測ってみましょう。大きさは7センチぐらいです。重さもまあまあ重くなってるかな。ただこの辺がね、白いのないんでまだまだ脱皮しないと思います。これもいい感じの大きさですね。これは65ミリぐらいかな。ゼリーもなくなったようなので、これは交換します。はい、その前に宣伝させてください。久しぶりにユーカリカマルドレンシスが入ってきてました。ヤフオクの方に出品してますんで、欲しい方は落札してください。その他にですね、カマルドレンシスの苗とユーカリルディスですね、苗も販売しておりますんで、自分で栽培してみたい方はぜひご覧になってみてください。はい、 OK です。はい、次は CB 個体のメスとワイルド個体のオスを見ましょう。はい、こっちもプンクタータいっぱい入れてます。残りのやつなんで細かいのがたくさんあります。リモコン化しましょう。これはまだ大丈夫ですね。こっちがメス、こっちがオス。メス、体長伸びたかな。うん、もうちょいで8センチですね。はい、重さも測ってみましょう。28g。
ヶ月ちょこっとずつ大きくなっているようです。お、場所によっては29ぐらい、29近い28ぐらいあるのかもしれないですね。はい、今月は以上になります。ちなみにですが、私今飼育の温度は28度にしてます。そのくらいがいい感じな気がします。はい、それではまた来月お会いしましょう。よかったらユーカリの葉っぱ買ってください。はい、それじゃあまた見てね。バイバーイ。